はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。リアルタイム対戦ですね。前回の続きからやっていきたいと思います。今現状オリハルコン5にいます。81勝64敗というところですね。いきましょうか。最初のじゃんけんで勝て。はい、対戦よろしくお願いします。あーだダメだダメだ、麻痺取られてしまう。違うな、このパターンどっかで見たな。もう一掃されるやつだ、必勝パターン。左前、そこのそこだな。もうドルマゲスしかいないじゃん。そこで取ってもな。グン。え、まず焼けつくから行こうか。焼けつくから。いや、まだ諦めてない。ああ、取れてほしかったな、そこは。マジで。で、タナラどっちか押してほしいな、これな。マジかよ。あーでもダメだな、これでダメだな。落ちればまだチャンスあったなと思ったけどな。2つ逃してる。麻痺で取れてしまえばよかった。あとワンパンできればまだいけたと。両方ともなかった、運が。やっぱ引っ張る系強いね、この PVP においてね。素早さで勝ってる人はもうあれでガンガンいけちゃうね。ああいう構成組んでみたいもん、実際。ジャミダスとかね。で、明日からデスピサロがそのパターンになってくると思うんですよ。扇形で引っ張ってこれる。物理だよね、確かね。ジャミダスは息なんであれですが。はい、対戦よろしくお願いします。ここもちょっとがっつり前出てるから、もう素早さに自信があるんでしょうね。残れないな。ドルマゲスもなんでそこなんだろうな。せめて反対だったらとかさ思っちゃいますが。でもマーニャのさ、ドラゴラムに変身して、だから一旦2ターン目から多分ターン数2ターンって書いてあったから、2ターン目ドラゴラムに変身でしょ。あれ耐えるんだ、貫突ので。扇形、こっちは複数出ちゃったね。落ちるね。うちなんかできるか、これ。素早さで負けてる時点であれだけどな。シャドウベビーってさ、ハテナハテナ系特攻だよね、確かね。勇者じゃないよね。だからダメージはそこまで出ない。ラリホッチ、いやー、取られるか。そんなにあれじゃないけど、じゃあこっち取ってよ。ゾーマに出して。取れないでしょ。もう、運で負けるな。一緒のはずなんだけど、確率は。
あ、今かわいそう、なんか痛そうだった、ドルマゲスのお腹抱えて。でね、マーニャのドラゴラム変身したターンはだって何もできないでしょ。1ターン目は何かしら、あのピオリムダンスみたいなやつやる。2ターン目ドラゴラムです。で3ターン目にやっとダメージ出せるって感じか。で扇の台の炎ブレスなんで、そこはまあいいかなと思ってますけどね。そこの火力はどんだけ出るかだな。実際3ターン目からじゃないと、ダメージが出せないということで、どうなんでしょうね。使ってみないと分かんないところはありますが、大体がもう3ターン目には勝敗決着するじゃないですか。マーニャ、それからミニアも来んのかな、あれ。マーニャ、ミニア、それからデスキサロの色違いっていう流れだと思うんですがね。はい、対戦よろしくお願いします。あ、これは相性いいかもしれないねどうなんでしょういいのか本当に。まあドルマゲスがこっちってだけでいいっていうだけだな。スタンダイキュー、これは、あー、ダメだダメだ全然ダメだ。混乱混乱。いやー、やっぱな、キサロが生き残ってないと厳しいね。火力が出せないわ。ここでだってドルマゲスもお亡くなりになっちゃうよね。眼光引くで、エターナルで落ちるってことないからな。うわ、きついな。エビル、あれが、エビルがもうそれで控えてんだな、あそこでな。しめしめのパターンですよ、多分向こうからしたら。しめしめ、いや、それだからさ、返しに引かれすぎじゃない、うちこっちは出ない割にはめっちゃもう、なんか取るんだっけ。エビル、エビルはいいか、2回チャンス狙おう。じゃあね、ね、まず無理ね。はい、もう1回いきます。ここも外すと思われますよね。まあここはもう負け試合なんで、どっちみちいい話なんだけど、ギルド大会とかさ、もうそれが決まれば勝てるという時にそれされちゃうと、もう発狂しますよ。あ、オートだった？うわ、まだ落ちないのか。え、うち誰かいる？うわー、ダメか。ここで落ちればまだチャンスあったけどね。チャンスないわ。いやー、無駄会心出ました。そういう会心で、ご機嫌を取ってこう感が出るのが嫌だな。646か、それからなんだね。なんかエビルってもうちょっとなんかダメージ出るかなと思っちゃったけど、そしてマーニャとミニアなんですけど、ミニアの方がなんかね強そうな気がする。タロット占い的な
あの占い師だよね多分ね、ミネやってね。マーニャは踊り子、ミネアは、あ、違ったっけ、なんかそんなイメージがあって、ミネア占いでなんかね結構面白そうかなと思ってんだよね。はい、対戦よろしくお願いします。いいね、会心に、あ、会心じゃないわ、混乱にラリホーにうまくいければ入る。やりたかった。はい、対戦よろしくお願いします。一緒だね、ここに来て、あ、そっか、まあ、そうか。いや、これは一旦目耐えられますね。痛い、大丈夫、耐えてる。出てこうだな、これいく。出て打ち込みたいんだけどな。いや、そのダメージ出せるか、うち。こっちがいっちゃおう。うん、それはしゃあない。あー、生き残ってる、オッケー。で、混乱。身軽しないの？え？で、うち勇者。身軽しないんだ。あーい。一個出ておく。あー違うか。一個ずれてもよかったな。エルジュマ剣が。オッケー、ちょっとミスはありましたが、右に1個ずれてもよかったね今ね。はい、対戦よろしくお願いします。もう混乱取れるかどうかが勝負だね、ここは。マーデスさん、また焼けつくという、同じパターン、同じパターン、なんかさっき見た、さっき見ましたよ、これここよ、勝負ここ、取られんなよ。あ、そっちか、オッケー、危ない、これはオッケー。で、どうなる。
あー、ちょっと待って、これどうしよう、ちょっとダメージ量見てから決めよう。あ、ギリ、こっちだな、いけないかもしれない。いやー、痛い、いやー、これはちょっとまた厳しい。落ちねっす。で、ラリホ取れなかった？違う？いや、違うのか。まあまあ、こっち。はい、狙うよ。そこは取れてもよくないか。いや、それも強い。強いって。で、こっち。ちょっと待って。ああ、ダメなのか。こっちでいいか。こっち行っておく。これ落とせろ、これで勇者落として。これ今何ターン？ 3 ターン目、2ターン目、2ターン目な気がする。で、これ回復位置に、あ、来ないか。おー、落ちる。これ今何ターン目？ 2 ターン目。ファイアーブレスはもちろん落ちないよね。なのでラリホー2回目チャンスいきます。頼むよ。うち勇者ダメージどんぐらい？満タンね、オッケー。ここです。耐えろ、ここ耐えろ。ここ耐えろ。耐えろ。さよなら、さよならです。はい、対戦よろしくお願いします。いやー、ちょっと嫌だな。ちょっとどころじゃない、嫌だな。貫突ゾーマだったよね。いやー、これでいいのかー、ちょっとなー。
あ、オッケーオッケー、これはダメージ出るわ、ダメージ出る。であの子はなんか状態上がなんか軽減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 みたいな感じなんだよな。でもそれを通していくしかないな。あ、こっち落とすか。L 字どうしようか、出ようか。あ、なんか何を狙ってんのか。こっち側から行くか。じゃあがっておく。次のターンは、ゾーマーですね。ゾーマかぶりすぎ、かぶりすぎ、こっちですね、はい。あ、ピサロに焼けつくくんのか、これ。取られるな、あぶねえ、あぶねえ。これ耐えるでしょ、耐えて、サクション耐えて、サクション。サクション耐えてくんないかな。あぶねえ、耐えた。耐えたけど、あれだね。ちょっと待って、これ落とされるわ、落とされる落とされる。でもしゃあない、ゾーマ行くしかない。あれに落とされる。でラリホを混乱、ラリホ、ラリホ行きます。取れ取れよ取れよ取れよ。オッケー、早く回復して、パラム早く回復してくれ。マゲッチャン落ちる、ピサル落ちる。で落ちんのこれ、落ちあれ一回踏みとどまるみたいな、どうなってんだっけ。え、ちょっと待って、わかんないわ、ちょっとわかんないから、なんか違うのでなんかお茶を濁したいんだけどちょっといきなり判断迫られても困っちゃうんだけど、うわー、寝てんのにそんなことやってた、もううわ、全然理解してないもん、オルゴデミーダの仕様。何、瀕死で大回復？でも打ったら、一回踏みとどまるになっちゃうんで、ダメなんだよな。これどうする？どうするよ、これ。どうする？いや、次眠らされるじゃん。眠らされるから、先に取ってしまうか。こっちね。頼む。いやーちょっとさー、あ、違うんだ。え、ラビホって覚えてないんだっけ。いや、撃つか、もうこれ撃つしかないな。いや、向こうも分かってんだな、とどまるを知ってるんだな、多分な。行きます、もう行っちゃう。しゃあない。あ、ですよね。あー、そうかそうか。ここでドルマゲスが起きれば行けたってことだよね。
うちの狙いを読まれ、うん、そうか、この子ライフ覚えてないんだっけ。あ、デフォで覚えてるわけじゃないんだっけ。そうか、もう一回ライフを、もう一回ライフを、諦めんな。あ、ちょっとね、取ってもよくない、取ってもよくない。勇者はもう一回あれだね、勇者もう一回チャンスあるか。クマ、うん、回復するからね。でここが気をつけないといけないのがこんな感じ。あ、落ちんじゃん、落ちんじゃん。オッケーオッケー、あ、危ねえ。あぶそ、こんな結末が。ドルマゲスやるな、あんた最後おいしいごっつぁんゴールだけしたって感じがしますが、いや、もう一戦しよう。はい、対戦よろしくお願いします。イフリート、いいですね。いや、がっつり前出てんな。例えば牛名以下のあれ出てこないのかな、アウルートとかなんだっけ、ボンゴルイノシシみたいなやつね、牛名だけ出てさやると思った。 OK、 いや、カント使い、バタフライもちょっとダメだねこれね。これイフリート届く？射程なんか届かないよね。何マスか先の十字だよね。そうだよ多分ね。よし、ここは行きたいかな、ここは行きたいかな。これは届かないんじゃない、マジで。あ、そっちは届くか。あ、違うか。ちょっと待って、どうしようかな、これどうしようか。いや、これ硬いな、これ硬いから行っちゃった方がいい、これは行った方がいい。ピサロ行ってもいいんだよな。でも勇者落としたい。すの、ルーン、アストルーンして、の L 字負け。よかった、打ち込んどいて。打たないと落ちなかったですね。で、ピサロに対していきますか、ここは。イフリートってちなみに何？ああ、どっちもダメだ。相性悪いんだ。はい、取って。なるべよ。いやー。いやー。カントスピサロどう？ああ、ちょっと待って。ああ、くぅ、その、ちょっとダメージがちょっと大きいのよ。どうなってる？あ、イフリートもいいのか。これは落ちるわ。あー、落ちるわ。これは落ちますね。勇者ドルマゲス落としてイフリートでピサロって感じかな。違うのかな。どうどう、これ勘分け出なかったってこと？どうだどうだ、ちょっと待って、回復、回復したって知れてるか、知れてるか。あお見事ですね。
悔しいな。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。